願いします。市長、朝鮮総連の関連の、はい、減免について、二審の判決が今日出まして、はい、やはり一審と同様その減免自体が違法であるという判決が出ました。ちょっと受け止め聞いていいですか。私は違法なことなので改めなきゃいけないですよね。僕が市長に就任してからは25年度からはもう減免しないという方針を決めてますから、あとは過去の分、司法とか監査委員からの勧告が出たものについてはこれはきちっと、それに従うということで、庁内で確認をしました。で、勧告が出ていないものについても基本的にはこれをやっぱりもうこれだけ訴訟と監査委員からの勧告が出てますから、これは減免認めない対応をしなければいけないでしょうね。これは朝鮮総連だからとか、そういう何か差別的なね、そういう話ではなく、監査委員とか、司法の今回の判決の中身見てませんけども、在日 その朝鮮の方が広くこう利用されている、そういう実態がないというような事実認定もありますのでね、そうであればこれはしっかり減免は取り消して、しかるべき固定資産税徴収しなければいけないでしょうね。ただいずれにせよもう25年度からは固定資産税の減免、朝鮮総連関連施設の固定資産税の減免はもうしないということになってますので、過去の分はしっかりと減免をやめて、固定資産税の徴収をしていきたいと思います。ガラッと話題が変わりますが、この国政の話で、はい、産経新聞さんの単独インタビューで平沼国会議員なんだけど、はい、ちょっと若干見出しで言うとちょっと過激な感じのことをおっしゃった、記事ご覧になりましたね。でも平沼国会議員団代表の言わんとするところは、みんなでまとまっていこうという、どっか真ん中ぐらいのところに、みんなで仲良くやっていくというのが方針だったことはっきり言われてますから、そこはあと面白おかしく産経新聞が切り張りしてるかと思うんですけども、それは維新の会のね、その大阪系って言われてるメンバー、それは新聞で名前を出さずに、平沼国会議員団代表と何かこう、その平沼さんたちのグループとね、分かれてもいいんだとかいうようなことが新聞で大阪系議員とかいうことで、記事に載ったりとか、そういうことになればそれは平沼さんだって気分悪いでしょうからね。僕は大阪系と言われてる人がどういう人か分かりませんけども、今は多数決でしっかりまとまってるわけですから、きちっと政党としてみんなでやっていこうということでいいと思いますよ。で、平沼国会議員団代表もそのことを一番言わんとしてるということをしてたと思いますけどもね。だから松野幹事長がいろいろ活動されてることも別に分派活動ではないから理解を示していると、これは維新の会のある意味懐の深さで、どういう活動をしようが基本的には自由という、ただ多数決をやってしっかり決めていこうと。で、それはいろんな記事で、しかも匿名で、別れてもいいんだとか出てってもらってもいいとか、そんな記事が載ったらそれは平沼国会議員が代表だって気分良くないと思いますよ。出て行くんだったら出て行ったらいいじゃないかって、それは売り言葉に買い言葉で言うのは当然だと思いますよ。枝新党と言われているその新しい松野新党についても言及があって、相手にしないとか、なかなかちょっとこう辛辣な感じでして、いや、それも枝議員のその直接枝議員の口からこう公になってるわけではないと思いますけども、いや、それはね、平山国会議員の代表をはじめそのグループとね、組みたい組みたくないって話がいろいろこういろんな報道で見聞きすれば、それは平山国会議員の代表もそういう言われたら言い返さなきゃっていうのは、それは政治ですから、政治家ですからね、そういうふうな表現になるわけで、今後みんなで信頼関係を醸成しながら、一つにまとまっていく作業というものを国会議員団でやったらいいんじゃないでしょうかね。その国会議員
ですけれども、あの先日中枠の、まあ、あの酒井の泉氏の負担をして80円本体に下げが増しておっしゃってましたが、今日あの知事とあの酒井の連絡所の話が平行線だったようなんですが、今後はどうされるべきですか。だからそれは市長の仕事の話じゃないですか。あのリニア中央新幹線なんですけど、あの今日関西の経済団体と関西小池連合が主催して、あの大阪同時会場を国に働きかけるという決起大会を開いたんですけども、市長も同じように同時会場すべきというお考えですか。日本の国のことを考えたら同時会議をすべきなんでしょうね。あのもう国家プロジェクトとしてね。でも JR 東海としてはもう嫌で嫌でしょうがないと思いますよ。もう政治家がもういっぱいいろんなところでやってきて口出してくるんでね。まあそれは民間企業としても分かりますよ。もうそれで JAL がもうえらいことになってしまったわけですしね。もともと大阪市交通局を民営化するというふうに僕が言ってる話も、政治行政からやっぱりこういう事業体っていうものは切り離してあげなきゃいけないという思いで地下鉄の民営化っていうのを言ってるわけですから、まあこの辺は JR 東海も政治や行政に関与されるのが嫌で嫌でしょうがないんじゃないでしょうかね。まあ、その気持ちは分かるんですが、ただ JR っていうのは莫大な国民の資産で作られた会社で、借金も切り離しをされてね、で今があるわけで、だから初めから有料会社でやってきたっていうような、そういう認識では困ると思いますね。ちょっと JR のその態度っていうのがね、ちょっと違うんじゃないのって思う時ありますよ。それは社長の発言なんかも聞いてて、あなたたち初めから有料会社じゃないでしょうと、どれだけ国民の税金を使いまくって、今があるんですかと、そこの何て言うんですかね、そういう態度振る舞いっていうものが今の JR のいろんな社長陣、ちょっとそういう謙虚さが足りないんじゃないですかね。政治家が関与するの嫌で嫌でしょうがないのは分かるので、そうであればね、国家プロジェクトとしてやりながらでも政治や行政が関与しない仕組みをねしっかり作りつつ、じゃああとはお金とかそういうのは国が用意するんですか、沿線の自治体が用意するんですかっていう、もうちょっとそういう話をした方がいいんじゃないですか。ちょっと JR 固くなすぎますよ。国の関与、政治の関与が嫌なもんですから、自分たちでやるんだから、ほっといてくれっていうね、JR が生まれた経緯を考えれば、もっと国のこと、国家のことを考えなきゃいけないんじゃないでしょうかね。ただ、政治がJR に口を出すっていうのは、これやっぱり、できる限り止めなきゃいけないので、日々のマネジメントについてね。大きな方針については政治が口を出して金を出すべきだと思いますけども、日々の JR の業務について細かなその経営について政治家が口を出すっていうのはおかしな話ですから、まあ、そこはきちっと役割分担して整理してね、もうちょっと国家プロジェクトとして位置づけていくってことをやらないといけないと思いますね。国が金を出す、沿線自治体がお金を出す、公がお金を出しながら大きな方針っていうものはきちっとプロジェクトとして位置づけた。でも具体的なその執行といいますか、それを実行していく、ね、ことについては、まあ、JR に任せると、お任せするということを枠組みを決めるのも政治ですよ。まあちょっと JR の態度というのは僕は最近おかしいなと思ってますけどね。可決になってないじゃないですか。決議案いろいろ調整して、全然区長、どこの区長になってるんですか。公募区長になってるじゃないですか。で対応を求めるようになってるので、更迭ってことは入ってないですよ。僕はそれは受け入れられないって言いました。一旦区長の職を解いてっていうふうにありますが、新庄さんの区長で一応何区長、何区長、どこの区長だけど、まあ、一旦解いていったら、それは研修をしてくれっていう意味も含めるわけですからね。更迭ではないです。更迭って、もし僕議会から更迭っていう決議が出たら一切従いません。それは僕の人事権なわけですから、
そうおかしいですよ。あの役所の人事がそんなあの議会の多数決で決まるなんてことを許したらもうこんなのはもう役所成り立たなくなりますよ。みんなこれ区長にしても職員にしても議員の顔ばっかり見て、議会の多数にも役所が左右されることになるじゃないですか。それはやっちゃいけないっていうのがこれは政治と行政のね、やっぱり線引きですよ。人事権は選挙で選ばれた僕にあってですね、議会の多数で役所の人事を決めるものではないっていうのがね、これはもうあの行政のある意味あの中立性を担保するものであって、議会の多数決で人事を決めるなんていうことやったら日本の行政も大混乱を起こしますよ。だから僕は議会の方にはしっかりそれは言いました。ちょっとその辺がね、府議会の場合にはかなりそこ線引きをきちっとやってて、やっぱり議会も踏み込んじゃいけないラインと市長知事も踏み込んじゃいけないラインっていうのをある程度こう決めながらやってたところもあったんですけども、最初更迭っていう話が出たからびっくりしたんでね、もし更迭を求める決議なんていうことをやられて僕がそれに従って動かしたってことになったら、まあこんなの前代未聞なことになってしまいます。だから戦後大阪市役所ではそんなことなかったんですね。たまたま公募区長だからっていうことで、あの議会があの多数決で、人事権をある意味行使するなんてことを、これ公募区長だから許されるの、そんな理屈は通らないですよ。公募区長だって一般職員なんですから、きちっとこれから区長の評価をやって評価に基づいてしっかり人事をやります。だからあれはあの更迭の決議ではないし、更迭の決議だったら僕はあえて、もうそれは突っぱねてというか、それはもう更迭の決議なんてことをやって、それであの人事をやったなんてことになったら、僕はそんなの市長として自分のプライドを許しませんから、議会がもうそういうことをメンツで更迭決議をやってきたんだったら、僕は一切あの両名あえて継続しますよってことを議会の方に伝えてますんでね。だからそういう経緯があるんで、あれは更迭決議ではないです。橋本大臣、すみません、OTK ですけれども、はい、竹山市長が、知事にお願いされていて、まだ維新の中でもご意見いろいろ分かれているようですけれども、改めて維新代表として、この問題に対するお考え、現在のお考え、まあ、これはだから竹山さん負担しなきゃいけないでしょう。だって選挙公約で言ってたんですから、料金値下げするって。で OTK、まあ、仙北高速鉄道の料金を値下げするなんていうのは言うのは簡単ですけども、いわゆる大阪都市開発、大阪都市開発か、まあ、いわゆる OTK 仙北高速鉄道というものを含むその株式会社のこの株を売るっていうね、これは大変な作業だったわけですよ。もういろんな周りにあの付随してる事業を清算しなきゃいけなかったので、これ何年もかかって、僕が知事の時から、それから松井知事にも引き継いでもらって、やっとこの OTK の株を売却できるっていうことになったわけですけど、堺市はこれに関して何にも汗かいてないわけですから、その堺市が料金値下げをするっていうことを堺市長が選挙で公約したんであればね、じゃあ何にも汗かいてないのに料金値下げしますって、それは値下げ自分がしてるわけじゃないわけですから、それはやっぱりあの地元の負担っていうものが必要だと思います。これが ある意味、選挙公約の観点からしたら、堺市は特に竹山市長、堺市は何をするんですかという点、それから理屈で言っても、OTK の株はこれは仙北高速鉄道の事業の価値だけじゃないですからね、東大阪市のトラックターミナルや茨城のあの物流センター含めての株式の値段で、これは大阪府民全体の、堺市民だけじゃなくて大阪府民全体 その財産でもあるわけですから、まあ、30億円大阪府に入ってくるお金減るっていうことであればね、誰も30億円丸々堺市民に負担してもらうってことではないけれども、大阪府民全体の利益が30億円減るんであれば、それは堺市民の皆さん、まあ、堺市が一定の額を負担してね、そして料金値下げの方を実現していく、これが一番のバランスのいい解決だと思いますけどね。それができないのであればロムスター人数ということだって理屈ないじゃないですか、ね、だって堺市が一切負担せずにね、堺市民以外のその他の42市町村の負担のもとでね、
堺市民のその料金値下げを実現するというのは、これは理屈が成り立たないと思いますよ。結局大阪府に入ってくる30億円これが下がるということは、堺市以外のその住民の皆さんの財産的な価値をこう下げてることになるわけですから、僕はあの基本は80円値下げは賛成です。やっぱりそれをやっていかなきゃいけないと思ってます。だから維新の会の府議団、まあ、執行部の方にもそういう考え方も伝えてます。ただ松井知事はしっかりと審査をやって、ロンスターになったわけですから、外資だからダメだなんて言ったらね、もうそんなトンチンカンなことを言ったら大阪に外国資本入ってきませんよ。もうこれからグローバルに開かれた国を目指していこうって言っておきながらね、外資はダメだなんてそんなトンチンカンなこと言ってられません。だから外資だからダメなんじゃなくて、やっぱり沿線住民のことを考えればどう考えても80円値下げ、これはやっぱり取るべきです。でも80円値下げを取ろうと思えば、まあ、今回きちっと松井知事は審査を経てローンスターになったわけですから、そこを変える理由が必要でね、その変える理由っていうものは沿線住民の皆さんへ特に利益を還元する、運賃値下げという形で利益を還元するということであれば、やっぱり堺市民の皆さんには他の42市町村の住民の皆さんへのある意味配慮としてね、一定の負担はやっぱりしていただかなきゃいけないと思いますけどもね。これ仙北高速鉄道は堺市民のお金だけで作ったわけじゃないですから、大阪府民全体、大阪市民の税金も使って仙北高速鉄道も作り、今回は東大阪市のトラックターミナルも茨城の物流センターも全部それを含めて780億円という値段がついたわけですから、これを60億円下げる、大阪府の取り分を30億円下げるっていうのは、やっぱり堺市民の皆さんね、それはね、堺市以外の住民の皆さんに負担を負わせてるんですよってことは堺市民の皆さんに理解してもらいたいですね。で、阪海電鉄にだって50円10年で50億円出してるんですよ堺市。そうしたらちょっとの負担ぐらいはしてもいいんじゃないですか。で、竹山市長は選挙公約で仙北高速鉄道の料金を値下げすると言ったんですから、あと堺市がいくらか出せば実際に80円値下げてできるんですから、それはしっかりと和泉市と堺市と大阪府で3社で協議をして、沿線自治体も負担をする、そして大阪府もね、堺市民のために、まあ、行ってお金が入ってくる分が少なくなったとしても、それは堺市民のために負担をする、まあ、3社が負担をしながら80円値下げっていうものを実現したらいいんじゃないでしょうかね。反対している維新の意見に対してはどのような対応？反対してるっていうか、まあ、その意見、いろんな意見が出てる。いやでも今この方針でまとまってるんじゃないですか。堺市と和泉市と大阪府が3社で、負担をしながらね、ローンスターから南海に移れば大阪府の取り分が30億円減るわけですから、この30億円減る分を大阪府、和泉市、堺市でそれぞれ補い合ってね、それで80円値下げを実現していこうというのは維新の府議団はそれでまとまってるというふうに僕は聞いてますけどね。あとは判断は竹山市長と辻市長の判断ですよ、だって大阪府に30億円の穴開ける、大阪府全体、大阪府民880万人のその財産に30億円穴を開けてでも堺市民の利益のためにしたいっていうんであれば、一定の負担は絶対必要だと思いますけどね。それ額は分かりませんよ。それは30億円全部埋めろとかそんな話じゃないですけども、それはやっぱり大阪府、堺市、和泉市で話し合いをしてそれなりの大分の負担をしながらね、80円の値下げを実現したらいいんじゃないですか。なんとかこれ80円の値下げね、やって沿線住民の皆さんにそういう利便性を感じてもらいたいですけどね。これ10円値下げだったら消費税増税したらなんかチャラになってしまうでしょ。ただやっぱり30億円大阪府に入ってくるお金が減るっていうのは、これはそう簡単に認められるような話じゃないと思いますけどね。なんとか堺市と和泉市と大阪府で話つけてもらいたいですよ。
すみません、話は戻ってくる、はい、あの公僕長の件で先ほど、まあ、公設ではなく文言がああいう形になったので研修なりその何らかの対応を考えてらっしゃるか口ぶりだったんですけど、具体的になんかそういう研修をされる、ね、まあ、それはまた順次で考えます。あのまず区長評価をしっかりやらなきゃいけない。公僕長だけ特別扱いするわけにはいけませんからね。だって大阪市の公僕長以外の職員だってまだ不祥事がやまないぐらいもうどんどん懲戒処分の案件が来るんでね、これはもう役所の統一のルールの中で、こういうことをやった場合にはこういうふうにするっていうその統一ルールに基づいてしっかりやりますよ。今度設置するその有識者の検討会みたいなものを踏まえた上で判断するという流れ、有識者会議の方はあれは人事をやるあの会議じゃないですか。公募制度のあり方を検討するところなので、これはもう一般的なその人事評価の話ですからね。その議会の多数決で役所の人事が決まるなんて、それはあってはならないことですよ。